こんにちは、ブレンダーズの小林です。今回ご紹介するプラグインはですね、ワードプレスブログの記事および固定ページにですね、写真とかイラストとかそういったイメージを簡単にですね、調達して挿入するというプラグインになっております。ちょっと見ていただきたいんですけれども、こちら私の松戸市小林ブログなんですけれども、ご覧のようにですね、さまざまな写真が掲載されていると。このほとんどがですね、このプラグインによって調達し、そしてブログに挿入したものです。ちょっとバックエンドを見ていただきたいんですけれども、固定ページでもいいんですが、今回は投稿記事でご説明したいと思います。新規追加をクリックします。はい、新規投稿追加ページが開きました。こちらエディターになるんですけれども、普段あなたがお使いのエディターだと思うんですけれども、このエディターの上にですね、通常はメディアを追加ボタン、こちらが左端に表示されていると思うんですけれども、今回のですね、 WP クイックピックスタジオと、このプラグを入れますと、こちらが左側にボタンとして表示されます。こちらをクリックします。はい、このようにですね、 WP クイックピックスタジオが開きます。ボタンがですね、全部で7つありますね。はい、この方が見やすいですね。それぞれのボタンはですね、それぞれのイメージの調達先になります。私がよく使うのはこちらの一番左の上なんですけれども、最初開くとですね、いくつか写真とかが出てくるんですけども、こちらのですね、イメージサーチのところにですね、あなたの書いた記事に関連するようなキーワード、英語しかちょっと受け付けられないんですけれども、例えばですね、ギフト、そしてエンターキーを押します。そうするとギフトというタグがついた写真がずっと出てきます。この中にお好きなものがなければですね、ロードモア、もっと読み込むというボタンを押せばですね、また再度異なるものを読み込んでくると。はい、ここにもなければまた再度押すと。そしてですね、あなたが例えばイラストとかではなく写真が欲しいよって言った場合ですね、この右のドロップダウンメニューからですね、フォトって選びます。そうするとギフトの、今回の場合ギフトというタグがついた写真のリストとして出てきます。はい、そして例えば欲しいものをクリックします。そのままイメージをインサート、挿入することもできますし、ダウンロードすることもできます。そしてエフェクトを追加と、簡単なですね、イメージエディターが内蔵されておりますので、こちらで簡単にエフェクトをかけることができると。はい、そしてリサイズ、サイズを変える、特に記事中に写真を入れる場合ですね、全体的なバランスを考えてリサイズする必要があります。見ていただくと右上にですね、363、640とこちらサイズが出てますけれども、ピクセルですね、これだと大きすぎるよと言った場合、リサイズをクリックして進んでいただくと、そして戻るときにはバックトゥーリザルト、結果に戻ると。このようにですね、簡単にですね、あなたのブログ記事もしくは固定ページにですね、フィットする写真をですね、タグから探したりカテゴリーから探してですね、簡単に挿入する、挿入するだけではなく、そのイメージにですね、エフェクトをかける、そしてリサイズも自在だと。はい、そして私もですね、メインの松戸市小林ブログなんかではもう日常的に使っています。もうこれなくして安心して画像っていうものを使いませんので、はい、特に写真とかはその著作権問題で莫大な賠償金を請求されたりしますので、安心して写真を使うと。はい、やはりブログの記事に関連した写真があるとですね、訪問者も滞在する時間が長引くと。はい、また目を引いてもっと読もうかなという気持ちになると思います。このなくてはならないですね、WP クイックピックスタジオとプラグインの説明でした。ありがとうございました。